皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は11月上旬。前回の動画を撮影してから18日目です。撮影を行った日の日中の天気は晴れ、気温は10度から11度の間でした。この前の10月下旬時点ではまだ緑が生えていた山の木々の葉もこの間に紅葉の時期を通り越して一気に落葉の季節を迎えています。北海道の短い秋は冬に向かって駆け足で通り過ぎていくのです。広い草原を見渡してみるならば咲いている花はもはや一つもありません。蜜源となる植物がないのですから、そこを訪れるミツバチの姿を見かけることもありません。彼女たちの元気な姿を巣の外で見ることができるのは巣門のあたりでたむろしている時や巣箱の周辺を楽しそうに飛行している時だけです。さて、この日は今シーズン最後の内見を行ったので、今回はその時の様子を紹介しましょう。最後の内見はいつもの内見とは少しやり方が違っています。それは越冬に向けた内見だからです。通常の内見での具体的なチェックポイントはこれから申し上げるような書店です。一つは女王蜂が元気にいるかどうかの確認です。二つは産卵、育児、貯蜜が順調に行われているかどうかの確認です。これは言うならば巣の中の資源が順調に増えているかどうかの確認です。3つ目は病気や寄生虫がないかどうかの確認です。つまり巣の健康状態の確認です。最後の4つ目は黄疸や変性黄疸や無駄巣ができていて分蜂の兆しがないかどうかの確認です。せっかく溜まった資源が自然界に流出してしまったのでは何にもなりません。そしてこうした4点で何か問題が生じていればそれを解決するために何らかの対策が取られることになります。では今回の最後の内見では一体何を調べなくてはいけないのでしょうか。そこに何か通常の内見とは異なるものがあるのでしょうか。まず女王蜂の健在を確認するのは通常の内見の時と全く同じです。次に巣の中の資源量については女王蜂はこの時期もう産卵を行っていませんから蓄えられている蜜の量と働き蜂の数だけが問題になります。巣の中に十分な量の蜜が蓄えられているかどうか、そしてそこに十分な数の働き蜂がいるかは越冬を成功させることができるかどうかの鍵になります。しかもこうした蜜と働き蜂とは巣板の上に高い密度で存在している必要があります。つまり1枚1枚の巣板が蜂と蜜とでびっしりと埋まっている状態にする。そしてそうした巣板が一つの巣箱の中に少なくとも数枚はある。このような形に持っていくことが越冬を成功させる上での要になることなのです。越冬中の蜜蜂は集合しながら蜂球を作っています。そして一頭一頭の蜂が羽や体を震わせながら出す熱を集団の力で維持しているのです。こういうことが北海道の長くて厳しい冬を通して行われるようにするためには十分な量のしかも密集した蜂と蜜が必要なのです。蓄えられている蜜の量は巣板を目で見た時の蜜蓋のつき方や巣板を手で持ち上げた時の重量感から判断します。どっしりと重い巣板には蜜が十分に溜まっているというわけです。3つ目のコロニーの健康状態は最後の内見でも当然ながら注目点になります。そして4つ目の点検項目である黄疸や変性黄疸については越冬を控えたこの時期にこういったものを作って分蜂しようとする群はありませんからほとんど気にしなくても良いでしょう。以上からそれぞれのコロニーが健康的でかつ女王蜂が健在であることを確認する。その上で蜂と蜜をなるべく密集させるようにする。さらに密集のために必要とあらば巣板の再編など適切な措置を取る。こうしたことが最後の内見で行うべきことなのです。
ここにある巣板は、今の巣箱の内見から蜜の溜まり方が少ないことが分かったために、越冬には使わないことにした2枚です。こうやって巣板を間引くことによって、越冬中の巣箱の中の巣板あたりの蜂の個体密度を高めることができます。ただし、抜いた巣板にも働き蜂がついており、また残す巣板と比べると少ないとはいえ、蜜も溜まっています。そこで、まずこのように間引く巣板から巣箱の中に向けて働き蜂を払い落とします。夏の活動期の働き蜂には30日から40日程度の短い寿命しかありません。しかし秋の働き蜂は冬を乗り越えて翌年の春にも活動し、春先の巣作りの担い手になります。こうした重要な役割を担う冬蜂には長い寿命が与えられることになりますが、その一方で約半年間に及んで新たな要因が全く補充されません。つまり代わりがいないので、一頭一頭が極めて貴重な存在なのです。また蜂を払い落とした後の巣板は巣箱のそばに置いてある継ぎ箱の中に入れておきます。継ぎ箱は普段は巣箱を2段重ねにする際の上段の箱として使うものなのですが、今は間引く巣板を一時的に仮置きしておくための容器として使っています。ただこうして置いておくと、ミツバチがそこにやってきて、間引いた巣板に残っている蜜をきれいに吸い取った上で、それを自分たちの巣にまで運んでくれます。晩秋のこの時期には、自然界にはもう蜜を出す植物はありませんから、間引く巣板はミツバチにとっては唯一の蜜源となります。そのため、このように多くの働きバチがやってきます。もっとも、こうした方法にはいい面ばかりがあるわけではありません。まず彼女たちが一度集めた蜜を巣の外に運び出して、その後再び集めさせているわけですから、二度手間になっています。つまり来春まで命を持たせなければならない冬蜂に余計な労働をさせて疲弊させている面があります。また巣板から蜜を集めることに味を占めた蜂は、今度は他の巣に侵入して蜜を盗んでくる習性を身につけてしまうかもしれません。ただしこの養蜂場ではこうした投蜂の事例は今のところは見つかっていません。ここで述べたようなリスクはあるものの、リスクの程度はまだ定量的に評価されていません。その一方で越冬時の個体密度を高めるために巣板を間引くのは重要な作業です。また間引いた巣板についている蜜は大切に使わなくてはいけません。ところで越冬の準備を行っているのは養蜂家だけではありません。蜜蜂たちも行っています。その一つは巣からのオス蜂の追放です。今見ている巣板にはオス蜂がいません。食物を消費するだけで何の役にも立たないオス蜂は秋に働き蜂によって巣から追放されてしまうのです。おっと、行った矢先にオス蜂がいました。これはこの日巣の中で目にした唯一のオス蜂です。ところがそれから3時間半後の場面です。時刻は14時半です。先ほどの巣から1メートルほど離れたところで巣に背を向けながらとぼとぼと歩いている1頭のオスバチを見つけました。彼がつい先ほど巣から追放されてしまったことは明らかです。もしかしたらこの個体は私たちが先ほど巣の中で元気な姿を見かけたあの個体と同じ個体であるのかもしれません。そう思いたくなるほど、この時期にオスバチの姿を見かけるのは珍しいことなのです。この後彼がどこへ行ってしまったかは誰も知りません。場面は変わって、前回の動画で詳しく紹介した野良バチの巣箱で最後の内見を行っているところです。前回は溜まっている蜜の量が少ないので、他の巣の継ぎ箱から蜜が溜まった巣板を持ってきて野良蜂の巣箱に入れていると紹介しました。しかしそれでもまだ蜜が足りないと判断した経営主は、今回はさらに来春用にリザーブしていた蜜巣2枚をこの巣箱の中に投入しています。その際貯蜜量の少ない巣板2枚を抜いています。要するに巣板を2枚入れ替えているのです。
今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。